まあということで、もうちょっとで CD も発売、はい、そしてなんといってもね、ね注目は新しく加わった4チーム、よしきも今回から参戦、はいまあ、そもそもまあじゃあ,あれだよね、オーディションを経て、はい、オーディションを受けました、ああなんかいろいろ噂は金金、ね、聞いてます、ね、本当ですか、あのー、まあ僕前回も受けてます、<laughs> そっちの話か、<laughs> そうなんですな、一番最初の4チームの時も受けてます、あ<ー>はい、箸にも棒にも。 いや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 そんなことはきっと最後まで残ってて。で第2回が追加キャラクターがあるってことでリベンジじゃないですけどめちゃめちゃ盛り上がってるの知ってたんで「ドックス l ライ e というコンテンツがやる気もなみなみならぬ状態で受けに行ってしかももうすでにリリースされてるユニットの既存曲が課題曲としてあったんですけど。 マジバチクソ難しいこんなんオーディションでやらすなよっていうレベルの楽曲でしたいや俺もそれ聞いて思った <laughs> <laughs> しかもだって <laughs> ベイとあのあかんやつらのどっちかででみたいな <laughs> でまあ僕受けたのが、うん、大和翔吾だったのであかんやつらではないだろうと思って<で>、まあ、ベイの曲をチョイスしたんですけど2曲あって、うん、あのどっちか歌ってくださいってことだったんでベイをチョイスしたんですけど えなんか途中で韓国っそっか全全パーティー全部を一人で歌ったんですよえワンコーラス全部ってことワンコーラス全部だなー <laughs> それいやすごいっすよそれはもうなんかこれで決まるだろうと思いましたよ、うん、<laughs> これでうまく歌えたらそれは文句ないだろうと思いながらやりましたけどね じゃあでもその難しい課題をクリアしてこうやって、うん、やセリフセリフよりやっぱりちょっと気合は入りましたねそうだよね。楽曲のコンテンテツだったんで、うん、でなんかやっぱあの知り合いも多いのでもともとの4位チームのキャストさんも、うんまあ、ゆうすけさんたちもそうですけど g a、うん、とか、うん、みんな知ってる人が多かったのと、うん、今回追加で、あのー、発表されたキャストさんも結構やっぱ知ってるというか仲、うん、いいメンバー多かったので、ね。そうだね んかアウェーに来た感というか途中参戦感はもちろんあるんですけど、うん、あんまりプレッシャーないというかうん、うん、楽しませていただきたいなっていう。 感じですねあそれは俺も思ったかも、うん、やっぱね本当初めましての人たちだといくらこう対決ものとはいえうん、うん、やっぱ楽屋はね一緒の可能性が高いですし <laughs> そうですねいろいろドラマ CD でも絡むしってなったら、うん、やっぱ今回みたいにまあほぼほぼ知ってる面識がある人たちだったし、うん、でもいわゆるその歌い手と呼ばれる方たちと一緒にこうやるっていうのが僕初めてに近いので。 しかも同じユニットでお芝居で、まあ、楽曲ならともかくお芝居で絡むっていうのが、うん、どういう化学変化が生まれるのかなっていうのはちょっと楽しみにしてるところですね。うん、そうねなんかやっぱ面白い発見とかがいろいろある。いや、うん、伊藤貸太郎さんがミスティにいらっしゃるんですけど、うん、あのめ <laughs> <laughs> それは俺も思ったいやもうなんか僭越ながら、えー、生意気にも一番最初にボイスを聞かせていただいて、はい、こんな感じになってますって。 伊藤さんこうなってますって言われた時にうま、ん、いですねどうしてもやっぱその歌い手の方たちのさお芝居を聞く機会っていやもう歌は言わずもがなと思うんで、うん、いやもうそれで普通にセリフもちゃんとやられたんだもうどうしようもないよ俺、うん、そう僕らの立場よ。と <laughs> <laughs> 思いながらでもなんかあの一緒にやれるのは楽しみですね,ね<え>。はい